ピエンの顔文字の一例ピエンは、泣いている様を表す、ギタ語。泣き声のピエンを省略し、SNS 上やメールなどのやり取りで、の意味で、より汎用性の高い言葉として使われる。悲しい時にも嬉しい時にも使用され、深刻さは伴わない。目を潤ませた絵文字と共に用いられることが多い。2018年11月頃から、 女子中高生の間で使用されるようになり、男女問わず幅広い世代に浸透した。2019年には、AMF の JCJK 流行語大賞2019、言葉部門の1位、ツインプラネットの2019年ギャル流行語大賞の2位、2020年には、インスタグラムメディア、ペトロルの2020年上半期インスタ流行語、大賞流行語部門の1位に選ばれた。 言葉が生まれた経緯は不明だが、女性アイドルグループ、虹のコンキスタドールに所属していた、片岡美優が作った言葉とする説やインターネット、関連サービスヤフーの分析によると、2018年8月頃に、埼玉県で検索され始めたという調べがある。ピエンの上位互換として、ユーチューバーのマアタソの発信によって流行した、より悲しみの度合いが強い言葉としての、 パオンという表現を生じ、2020年上半期、インスタ流行語対象流行語部門の4位にランクインしている。ピエンと組み合わせた関連用語のピエンコイテパオンは JCJK 流行語を対象2020上半期言葉部門で5位にランクインした。さらなる進化形として、ティコタッカーのケンチョスによってピエンケキュードスコイノスケという表現も生み出され、こちらは JCJK 流行語対象2020言葉部門で3位にランクインした。IT ジャーナリストの井上俊之は、ピエン、パオンは、共に単語の戦闘が可愛らしく聞こえる、半濁音になっていることから、ウアン、ビエンよりも粉機感が強いと分析している。絵文字の使用についての流行は、日本国内に限るもののようであり、 ツイッタージャパンが2020年の世界絵文字デイに公開した世界の利用者がツイッター上で多く使った絵文字上位10位にはプリーディングフェイスの絵文字はランクインしていない。2020年3月、玩具メーカーの生き物がおもちゃ等を指定商品にピエンのテキストの商標を特許庁に出願したが商標法3条1項6号として拒絶理由通知書が出ている。 同年10月には、アパレル会社のブランチアウトが、被覆等を、指定商品に、の絵文字と、ピエンのテキストの商標を出願している。アパレル会社の出願については、11月17日に、特許情報プラットフォームで公開されると SN、SNS 上で、多くの会議的な意見が集まり、弁理士の栗原清は、玩具メーカーの出願と同様の結果になる可能性が、 高いとの見解を示している。2020年11月30日、ピエンは三成同辞書を編む人が選ぶ、今年の新語2020で対象に選出された。語尺としては、小声で泣き真似をするときの言葉、困ったり、思い通りにならなかったりして、ちょっと悲しい気分であることを表す言葉などと説明され、例文として、電車に間に合わない、ピエンと紹介された。 三省堂の公式サイトでは、新名海国語辞典編集部、三省堂国語辞典、伊伊博明、三省堂現代新国語辞典、小野正弘、大事林編集部によって五尺が紹介されている。12月3日の日経クロステックの記事で、IT ライターの鈴木智子は、今や定着した関西あるとしている。2021年に、Z 総研が発表した、 Z 世代が選ぶ2021上半期トレンドランキングでもピエンは前年の1位からはランクダウンしつつも3位にランクインしている。相手メディアの記事では賛成同時賞を編む人が選ぶ今年の新語2020で対象に選出されていることを踏まえてピエンについて一般に馴染んでいる言葉と言えると評価している。2021年の TBS ラジオトークアバウトでは 韓国の若者の流行語がピエンの韓国版として紹介された。Apple の iOS では2018年10月のバージョン12.1で追加された。ありがとうございます。